はい、お願いします。アースデーレッド東京2020オンラインでお届けしております。皆さんそれぞれのホームからお届けいただいて、つながっていきたいと思うんですが、まず、小林武さんご紹介したいと思います。音楽家 AB バンク代表理事、日本を代表する数多くのアーティストのレコーディング、そしてライブのプロデュース、映画音楽などを手掛けていらっしゃいます。2003年非営利団体 AB バンクを立ち上げ、自然エネルギーの推進や野外音楽イベント AB バンクフェスを開催。東日本大震災以降は被災地支援を行い、その一環として2017年より宮城県石巻市牡鹿半島にてアートと音楽と食の総合芸術祭リボーンアートフェスティバルを実施されています。そして、まあ、ここ私の住んでる千葉県鴨川市からも近いんですが、木更津の広大な農場を舞台にサステナブルファーム&パーククルックフィールズを展開されています。そしてもう一方、はい、よろしくお願いします。はい、今クルックフィールズにいらっしゃるんですか？木更津ですか？今はちょっと違うんです。あ、そうですか。そしてもう一方、はい、ご紹介します。四井真嗣さん、パーマカルチャーデザイン、そしてソイルデザインの代表、土壌管理コンサルタント、パーマカルチャーデザインを主軸としたソイルデザインを立ち上げ、愛知万博のガーデンのデザイン、そして長崎県五島列島の限界集落の再生プロジェクトに携わっていらっしゃいました。企業の技術顧問や NPO 法人でのパーマカルチャー講師を務めながら、2007年山梨県の北杜市に移住、八ヶ岳のその雑木林の一軒家を開墾、増改築し、人が暮らすことでその場の自然環境、生態系がより豊かになるパーマカルチャーデザインを自ら実践されています。日本文化の継承を取り入れた暮らしの仕組みを提案するパーマカルチャーデザイナーとして国内外で活動されています。まあ、命の仕組みという言葉も発信されていますよね。はい、よろしくお願いします。はい、四井さんのお宅に実は私家族で子供を連れてですね伺ったこともあって、とても素敵なご自宅、もう今日もそのご自宅から。そうですね、これ今どうですか、雨の方はかなり、まあでも山に囲われているので、そんなに、はい、そんなには被害なさそうですか？はい、もうかなりの雨量でしたね。本当に。まあでもこれは命の、まあ、必要、今ちょうど田んぼやってるので、うちは田んぼの水が必要ということで嬉しい雨ということもあるんですが、そしてですねもう一方、ご紹介したいと思います。原川慎一郎さんです。フランスの二つ星レストランラ・マドレーヌや三軒茶屋ウグイスのシェフから、カリフォルニアのオーガニックレストランシェ・パニースでのインターンシップなども経て、神田でザ・ブラインド・ドンキーをオープン、活動されているシェフということで、よろしくお願いいたします。お願いいたします。原川さんはAP バンクのでも関わっていらっしゃる、AP バンクフェスですか ね、 ね、リボンアートフェスティバルに、あ、はいはい、深くいろいろお手伝いさせていただいていますね。はい、あとは今クルックフィールズにお邪魔していろいろ職の前のお手伝いをさせていただいたり、もうクルックフィールズのちょっと映像もちょっと見させていただきつつ、この命の手触りを感じるっていう、とっても素敵だなと思って。小林さん、あ、はいはい、命の手触りは実は2回目の、要するに2019年のリボンアートフェスティバルの東北の、そのキャッチコピーとして僕がなんかいつもなんか日常でなんかこう生きる実感みたいなことを言うと
時に、ほら、命の手触りってあるじゃないみたいなことを、現代アートのアーティスト、言葉すごくいいですねっていうところからついたんですけど、それが、なんか、リボンアートフェスティバルは2ヶ月間ぐらいやってることなんですが、クルックフィールズは365日、まあ、毎日オープンしてるってわけじゃないけど、これ命を生んで、スタッフと共に、そこを生んでる営みをあの作っているっていう意味だと、本当に、まあ、僕らだけじゃないですけれども、本当それはもう命の手触りっていうのをまさに感じてほしい場所だなということで、なんかリボンアートクルックフィールズに、そのままなんかこう、連れてきてるんですね。なるほど、なるほど。確かに、でも、まあ、このコロナのこの危機っていうのは、どうですか、今、どんな状況、心中でいらっしゃいますか、小林さん。そうですね、なんか今日この、早川君とか四ツ井君、みんな、すごい仲のいい人たちで、今話してるのも、すごい安心できるメンツですけれど。今日のタイトル、なんか小林さんつけてくんないっていうようなこと。あ、声聞こえにくい？大丈夫？はい。聞こえてる？うん、聞こえます。そうですか。タイトルが、だから、サステナビリティと、まあ、コロナの今の、まあ、現状というか、その2つが、パッとこう、なんかやっぱりこう、語るべきことじゃないかなと思って、まあ僕がつけさせてもらったんですけど、だからやっぱりその2020年代に突入してしたばかりなんですね。でもその本当に最初に年が明けた頃、これはもう大分岐点に立ってるよねっていう、意識で多くの人が、まあ例えば SDGs が、まあ国連が世界のもろもろの問題っていうのは、まあ、気候危機などを中心にかもしれないけど、やっぱつながっていると、経済の問題、ね、貧困、人権とか、海の問題、森の問題、それら全部やっぱつながっていて、やっぱり僕らにとっては非常に実感としてある気候危機っていうのがあるというようにね、全部がつながっていると思って、でよし、これから本当になんかこう世界的な視点にも立って取り組んでいかなくちゃと思ってた時なんだけれど、まあ、世界的な視点という意味では一緒ですが、まあ、コロナ、新型コロナの中で僕らはとてもこう寸断されていって、まあ、今も僕もそうですけど、こう部屋に閉じこもる状態になって、物事はいろんなことが、つながってるどころか本当にぶつ切れになってしまってるようなところがあるじゃないですか。だからやっぱり今、ね、気候危機のこととか、テレビをつけていても必ずしも聞こえてくるわけではないし、相当後退してるようなんですが、同じことが流れてるなと思ったんです。だからそれは何か、今この何年間なんか世界的にいわゆる、まあ、セルフファーストというか、ね、アメリカファーストも含めて、とても、子を守っていく、主と子っていうものが、種って書く主とね、子の中の子を守っていくっていうために、利己的なことがものすごい増大してきた世界っていうことを感じているわけだけれど、だからそれがどこかで利他的なセンスって僕は言う言葉をよく最近使ってるんですけれども、利他のセンスで捉えていかないと解決できない。でもまあそれは本当に SDGs などでも根底にあるのはそういう利他のセンスではないかと思ってたんですが、そして今コロナの状況になった時もね、あ、これ随分遠くに行ってしまったなと、世界のつながりを考えるという。でもふとこの1週間ぐらい前にやっぱりそこにはリタとリコのつながりがあって、うん、もしかすると本当にそれはすごい鮮明にあってもいるかもしれないけど、どこかで本当にリコをずっと考えていったらリタ的になるしかないんじゃないかっていうふうにみんなが気づき出してるところもある。う
こういうふうになんか感じています。私この間ちょうど NHK で見たんですけど、あの経済学者のジャック・アタリさんっていう方 もう全く同じようなことをおっしゃられていましたね。その利他主義、まあ、他者のために尽くすということが結局は自分のことに返ってくるんだっていう、それはでもあのすぐに結果の出ることではないと、とても長いあの長い未来への視点が必要であって、でその経済活動そのものもあのやっぱり目先のものにすごくこう今とらわれている世界中が中で、やっぱりその長い目で見なきゃ、で先ほどちょっとあの病院の先生たちともお話ししてたんですけど、このコロナはいつまで続くのかというような話をしてたんですよね。それはあのもしかしたらずっと続くことっていう、そのコロナと共にどうやって生きていくのかを見つけていくことの方が、あのもしかしたら、あの私たちの未来作っていけるんじゃないか、想像していけるんじゃないかっていうことを私も自身も考えたりもするんですよね。いつ終わるのかなっていうことをずっとこう心に留めておくよりも、もう早くこれを乗り切りたいっていう気持ちはもちろんあるんですけれども、なんかそのコロナはじゃあ私たちに、先ほど地球環境のお話もしてたんですけど、このコロナのことによって今大気汚染のPM2.5 はめちゃくちゃ減っちゃって、あのもしかしたらこのことで亡くなっていた毎年何百万人もいるっていうのをちょっと聞いたことがあって、大気汚染のために亡くなった人たちが今年はその命を救われているんじゃないかっていう、これ四井さん、どうですか環境の変化。まあね、一昨日もなんかそのこの世界の、ね、活動が弱まったことによって、うんのね、二酸化炭素の排出量が生き物も含めて半分に減ったらしいんですよ。え、半分なんですか。やればできるっていうことですね、これね。人間の活動が半分以上あのセーブされちゃったっていうことなんですけど、でも本当ね、あやさん言われる通り、